渡辺真帆活動の歴史。はい、どうも皆さんこんにちは、カシーです。まあ、今回なんですけれども、今逮捕されて話題になっている YouTuber 渡辺真帆さんの活動の歴史を、まあ、ざっくりではありますが解説していこうかなと思います。まあ、僕は過去にですね、真帆さんの解説動画、アップロードしたんですけれども、その時は逮捕されてるっていうこともあって、そこをねピックアップしてメインで話していたんで、今回は真帆さんが YouTube を始める前のニコニコ動画とかニコニコ生放送で活動していた時代からの話も、掘り下げながら配信活動の歴史をざっくりではありますが振り返っていこうかなと思います。では行こう。真帆さんこと渡辺真帆さんは1992年12月8日生まれの元 YouTuber ラッパーの方でございます。YouTube チャンネルはいくつか点々としながら活動しているわけですが、もともと使っていた Q チャンネルのチャンネル登録者数は現在165万人超え、そして逮捕されるまで使っていたチャンネルの登録者数は230万人超えというね、日本を代表するレベルのとてつもないチャンネル登録者数を誇っており、ヒカキンさんなどと並ぶかなり古参の動画配信者の方でございます。真帆さんはもともと YouTube を始める前はニコニコ動画で動画配信活動を行っており、2007年中学生の頃の真帆さんは友達と遊んでいた中、罰ゲームでサシマンという名義でニコニコ動画にて動画活動を始めます。このねニコニコ動画時代に真帆さんが使っていたサシマンという名前は、小学校の時に放送委員会で自分自身がフリートークの時に使っていた名前だそうです。なんかヒーローっぽい名前をつけたかったので語尾にマンというのをつけたと語っています。そして2007年、当時中学生だった頃の真帆さんはニコニコ動画の日記というカテゴリーにおいて動画投稿活動を行うわけですが、こういった現在のようないわゆる YouTuber 的な顔出し動画をアップロードしているのは、当時かなり珍しかったため、少しずつではありますが注目を集めていくこととなります。そして2009年の7月からは撮影した動画をアップロードするのではなく、いわゆるニコニコ生放送で生主として活動していくこととなります。この時は顔出し雑談とかゲーム実況とか、ニコニコ生放送かなり全盛の時代だったんで、動画から生放送へのシフトチェンジは必然的なのかなっていう感じですね。そして2011年の10月5日に活動の拠点をニコニコ動画から YouTube へと移行することになります。当時2011年って言ったらね、ニコニコ動画が全盛の時代なんで、 YouTube 側にプラットフォーム移行するのはめちゃくちゃ先見の明があるなっていうのが感じられますよね。そして YouTube で動画投稿活動を行っていく中で、サシマンという名前から今現在使われている真帆刀という名前へ改名。この時の心境を真帆さんは、活動名義のニックネームではなく本名で活動したかったからと語っています。そしてなんと2015年にはチャンネル登録者数100万人を突破。この2015年っていうタイミングでチャンネル登録者数100万人突破してた人って、はじめ社長とかヒカキンさんぐらいしかいなくて、日本人としてはとてつもない速さで100万人という記録を達成します。そしてチャンネル登録者数100万人を突破して1年も経たず、2016年の6月には新しい YouTube チャンネル渡辺真帆を開設し、そっちのチャンネルをメインに動画投稿活動を行っていくことになります。そしてそこから渡辺真帆さんの人気や勢いは衰えることはなく、順風満帆に YouTube での動画投稿活動を行っていたわけですが、2019年の6月に傷害事件を起こしてしまい、自分自身の YouTube チャンネルにて活動休止を発表することになります。そこから約半年の月日が流れ、2020年の2月14日には自分自身の動画投稿活動を再開することを発表します。この復帰動画のコメント欄は結構荒れて、これこれさんのリスナーのコメントや高田健志武勇伝で埋め尽くされて、コメント欄の大喜利とかの方が話題になりました。2021年の1月21日に女優の今泉由衣さんという人物との結婚を発表することになります。こんなおめでたい発表があって浮かれていたのも束の間で、翌日の2021年1月22日には動画配信者のこれこれさんの告発を受けて、渡辺真帆さんの女性関係での不祥事が発覚してしまい、自身のアカウントと動画をすべて削除し YouTuber を引退することも発表いたします。こういった形で約10年間続けていた動画投稿活動というのの幕は閉じることとなりました。
はい、ということでね、今回は渡辺真琴さんの動画投稿活動の、まあ、歴史というのをね、振り返っていったわけなんですけれども、まあ、真琴さんすごい炎上とか不謹慎なことをやらかしてるのは事実なんですけれども、真琴さんがきっかけで世に出ることになった大物 YouTuber っていうのは、まあ、数えきれないほどいるわけで、まあ、本当に良くも悪くも YouTube の歴史っていうのにね、まあ、多大なる影響を与え続けた人物なんだなっていうのをね、改めて実感できますね。